サちゃん、どうしたの？あっちで待っててくれればよかったのに。うん、まあそうなんだけど、待つより一緒に行きたいから。ありがとう。じゃあ一緒に行こうか。うん、旦那様にもそういうチャレンジ精神を持ってもらいたいの。はい。なんか写真とちょっと違うね。まあそれも想定内よ。でももしかしたらライムと一緒に食べたら美味しいのかも。旦那様は私にライムをかじれと。いや、チャレンジ精神っていうからには試してみるのもいいんじゃないかなって。なんでって、だって可愛いんだもん。もう変な顔取らないで。ほらもっと食べて。本当に私が食べたいもの選んじゃうからね。どうぞどうぞ。じゃあ、おいしい？まあまあね。京都ならではのものがほらあるじゃない。京都ならでは？ああはいはい、確かに忘れてた。漫画ミュージアムね。そういえば一度行ってみたかったのよ。確かこの近くだから早速。違う！ここと京都、見る寺、神社、和服、散策、思い馳せる歴史。ラップ調に突っ込まなくても。ああそういう古い物件ね。古い物件？ひょっとして司ちゃんってそういう歴史的なものに興味ないの？え？いや、興味ないっていうか、今更その…お待たせ。どう？すごく綺麗です。ありがとう。それで、どこが好きなんですか？ですから、旦那さんの好み。だから、まあ、なんていうか、その…だから、つまり…とにかく、可愛いんだよ。じゃあ、ご両親には、どんな風に私を紹介しようと思ってるの？そりゃもちろん、こちらが、宇宙一可愛い僕のお嫁さんだよ。本当、その紹介はやめて。ナサ君、今日は泊まっていくのよね？もちろん。ところで、母さんたちの寝室隣だから。そんなの知ってるよ。そこそこ防音性能はいいけど、過信はダメだから。は？じゃあほどほどにね。つかさちゃん、んあのさ、腕枕とかどうかな。お邪魔します。すごい、これが腕枕というものか。つかさちゃんの体温が腕を通してダイレクトに伝わってくる。それとやってみて初めて分かったけど、意外と腕が痛い。旦那様、腕疲れてきたんじゃない？いや、そんなことないよ。本当に？やっぱしびれてる。じゃあ腕枕は諦めるから、お休みのチューをしてください。お休みのチューをしてください。つかさちゃんから積極的に。分かったよ。しょうがないな。どうして目を開けてるの？そりゃ近くで見たいからね。見られながらするの恥ずかしい。恥ずかしがってる顔も可愛いよ。さっきハウってすごい声が。いいから寝なさい。奈良で旦那様と写真を撮りまくろうの巻。やっぱり二人で記念撮影しない？記念撮影？だからこう自撮りのくっついて撮る感じの。旦那様ってたまにすごくエッチよね。そんなことないよ。とりあえず司ちゃんとくっつきたいとかそんなこと全然考えてないから。満足した？旦那様。大家さん、怪我人とかは？
大丈夫。家が燃えただけでなんとか。旦那様のどこが好きかと問われたら結構答えられると思う。なるほど。燃えてしまった自分の家よりも先に人の心配ができるところ、二人の小さな思い出を大切にしてくれるところ、突発的な困難に対して慌てず的確に対処する頼りがいのあるところ、我が身に突然降りかかった自分に全く非がない不幸、それなのにこの人の口からは一言も何かを呪ったり嘆いたりする言葉が出てこない。ナサ君。ん？大好き。司ちゃんのどこが好きかと問われたら結構答えられると思う。例えば僕をちゃんと見てくれているところ、だから君に褒められると僕はたまらなく嬉しいんだ。買い物が溜まってきたので洗濯をしたいのだけど。ああ、それだったら僕がコインランドリーで洗ってくるよ。いや、それは困るのよ。じゃあどうして？ナサ君に下着を見られるの恥ずかしい。なるほど、確かに僕も恥ずかしい。司さん、ちょっといいですか？はい。なんかお母さんが手伝ってほしいことがあるって言ってたっす。あー、やっぱ先輩も男の子なんすね。そういえば司ちゃん、今日珍しくジャージ姿だね。そのあんまり見られると恥ずかしい。え、なんで？いや、だからその火事で枚数が少なくなってたから、さっきまで着てた下着も全部その。じゃあそのジャージの下は何も？そうよ。あ、ちょっと、なんで写真？え、だってそのもったいなくて。何がもったいないの？どうかな。僕のお嫁さんは何着ても可愛い。可愛い、確かに可愛いんだけど、少し露出度が高い気がする。他の男に見られるのはちょっと。ナサ君は意外と独占欲が強いのね。お、じゃあさ、旦那様が選んでくれる？あ、旦那様意外と少女趣味なのね。だけど可愛いよ。この中の選んだものを司ちゃんが着るってことだよね。やっぱり一人で選んでくる。あ、見放された。待って、ここで見放されたら僕逮捕されちゃう。大丈夫よ、怪しくなければ。怪しさ大爆発ね。僕も手伝おうか。そうね、だったらお腹空かせて待ってて。いろんなものを手作りにして、旦那様の舌を私専用にしてやろうかと思って。ああ、カナメちゃん、どうしたの？これお客さんからもらったんで、お二人にもどうかなって。うわ、メロンだ。ありがとう。美味しそうね。じゃあ私はこれで。え、もう？二人のお邪魔はしないっすよ。司ちゃん。え、はい、あん。お、いや、私はそういうのはちょっと。うわ、恥ずかしがってる。かわいい。でも今は二人きりだから、いろいろな恥ずかしいこともやっていきたいんだ。おいしい。とってもおいしいです。ナサ君の好きなものって何？司ちゃん。そういうのではなくて、本当に静か。なんだか広い世界に旦那様と二人きりでいるみたい。キスはちょっとって言われたけど。しまった。優しくギュッとするつもりが焦っていきなり抱きついちゃった。だけど僕のお嫁さん、びっくりするほど柔らかい。
こんなに柔らかいの。袋なんてびっくりしちゃうじゃない。ごめん、本当はもっとゆっくり抱きしめたかったんだけど。もう、司ちゃん、司ちゃんは僕と結婚してみてどうですか？どうって、なんで改めてそんなこと。急に聞きたくなっちゃって、知らないことをいっぱい知る、そんな毎日かな。え？笑ったりちょっと呆れたり、でも今みたいにドキドキすることが多くて、自分の中にこんなにもいろんな感情があることを初めて知った。きっと私はこれからもナザ君を通じていろいろな気持ちを知っていく。イケてる若者の大定番、タコパ。今までどんなゲームをしてきたの？ソリティア？あとマインスイーパー。一応2作目はやったことある。そろそろたこ焼きしないっすか？よし。上手だね、司ちゃん。えいっ、一気にひっくり返そうとしないで、少しずつ回転させるといいよ、旦那様。このぐらい。こうやって、こう、あ、お、できた。途中で忘れちゃったけど、もし司ちゃんが商品手に入れてたらどうするつもりだったの？治るまでこの可愛い新妻ちゃんがしっかり看病してあげる。それで旦那様、何か食べたいものは？だったらいっぱい汗かいちゃったし、ちょっと着替え取ってくれる？え？着替え？それってまずは体を拭いた方が良くない？え？まあそうだね。だったら私が拭いてあげるから脱いで。よし、じゃあ下も拭くから全部脱いで。は？全部って下着も？そうよ、下着も取り替えるから全部。いや、いいよ、そこは自分でやるよ。司ちゃんだって客の立場だったら恥ずかしいでしょ。逆に。まあ、確かに、はい、じゃあ、おいしい？司ちゃん、さっきのは嘘。心配してなかったっていうのは本当によかった。元気になって。ごめんね、司ちゃん、心配かけて。ほんとよ、まったくひどい旦那様だわ。だけどそれで司ちゃんを不安にならせたら元も子もないし、これからはもっと気をつけるよ。うん。ちょっと、でも、本当に浴衣似合ってるよ。ありがとう。カメラもちゃんと持ってきたよ。でもカメラで花火撮るのは難しいわよ。大丈夫、基本的に可愛い司ちゃんの浴衣姿を撮りたいだけだから。まあいいや、いただきます。あったくって、なんでこんなに開くのかよ。そこが美味しいところでもあるんだよ。ありがとう、司ちゃん。生きていてほしいの、あなたに。まあでもせっかくみんないるんだし、一枚写真撮っておこうかな。こんな真っ暗でちゃんと写る？大丈夫だよ、ほら、暗くても結構綺麗に写るんだ。結構いろいろ撮ってるのね。なんか微妙な表情のやつは消した方がいいんじゃないか？消さないよ。え？だって全部とにかく可愛いから。
の手を取り、一緒にまた夜空を見上げる。何度でも何度でも、あの空に咲く花火のように。